いて日本のオカメの演技をご覧いただきましょう。跳馬はクエルボと、それからクエルボですね、抱え込みと屈伸のクエルボ、この2つを飛ぶかもしれませんと私たちに教えてくれましたが、ね、はい、こういった時やっぱり得意技を最初持ってきますか。それがね、その大会によっても違うんですけどね。そうですか、はい、今日はあクエルボ屈伸で持ってきましたね。持ってきましたね、はい、だから得意な技から、いわゆる難しいものから先に飛んできました。1回目屈伸のクエルボ、今得点が出ました。 9.4 という跳馬の1回目の成績。さあ2回目、同じクエルボ、屈伸一定でやりましたね。そうしますと同じ内容に臨んだわけですか。はい、そうです。あ、出ましたね。あ、やっぱりいい点ですね。9.45